幕開けの共同創業者取締役の坊垣香菜と申します。皆さんこんにちは。皆さん向けに一言メッセージをということで私の思いをお話しできればなと思うんですけれども、時代がね非常に変わりゆく中で、皆さんも感じてらっしゃると思うんですけれども、個人の価値っていうのが非常に重要になってくる時代になってるかなと思うんですね。誰々がこう言うからとか、それこそご両親がこう言うからとか、周りの大人がこう言うからとか、お友達がこういう道に進むからとか、そういうことではなくって、皆さんが、皆さんの心の中に、抱えているもの、これを本当は自分がやりたいんだとか、自分は人生でこれに時間をかけていきたいんだとか、そういうふうに思えるものを見つけていただいて、それに専念する人生を送っていただきたいなというふうに思ってます。多分、そういうふうに人生を送れてる大人の私は一人かなと思ってまして、人生楽しいなと思っているので、皆さんにはそういう何かを見つけていただいて、それに人生をかけてほしいなというふうに思っています。それをまだ見つけられてない人もたくさんいるかなと思うんですけれども、見つける場所として歩を選んでいただく、すごく重要な選択のタイミングだと思うんですけれども、大学を選択するというのは。その選択肢の一つとして、ああいう素晴らしいなというふうに、思ってますので、その選択肢の一つになるといいなというふうにも思いますし、選ぶ選ばないというのは置いといても、私の今のメッセージ、心に留めていただいてですね、これからの人生の、一つのメッセージとして、記憶していただけると嬉しいなというふうに思います。